どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、東京の青山にあります、赤い壺さんにやってまいりました。もうこちらはね、激辛マニアが知るとぞ知る、激辛の聖地と呼ばれておるお店です。今日はですね、ここの海鮮チャプチェというものに挑戦していきたいかなと思います。はい、激辛海鮮チャプチェ。僕ね、あとこれ一人で1回目来た時はね、このハバネのチヂミとか食べた時はね、鼻血を出して、しまったということでね、こう食べるだけでも鼻血が出るというね、とんでもね、本当に激辛メニューがたくさん揃ってます。今回ね、挑戦する海鮮チャプチェというものは、ね、激辛海鮮チャプチェ、これはね、10辛に相当するんですけども、これ、メニュー表にはありません。はい、木曜日限定でやってるメニューでして、これね、とんでもねえ辛い。これもね、あの辛富士、沖縄の超激辛唐辛子辛富士というものをね、使っておりまして、今日もちょっと気合を入れてやっていきたいかなと思います。はい、もちろんね、なんかノーカラといってね、辛くないのもあります。はい、それではね、行った人の感想を見ていきましょう。赤い壺とかいう激辛の店行ってきたんだけど、辛すぎてやばかった。赤からなんか火じゃない、特に鬼辛麻婆豆腐はやばいと、7辛もやばいし、8辛もやばいと、これ全部ほとんどもうやばい、もうやば辛が多いですね。まあ、今日もね、もう熾烈な戦いになるかなと思いますんで、気合を入れてやっていきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。来たー、来ましたー。こちらが激辛海鮮チャプチェー。やばい匂いがやばいぞ、やばいぞ。もうじゃあね、覚悟を決めていきましょう。いただきます。さあ、激辛海鮮チャプチェお手並み拝見ですよ。ということで、おお、やばい、もう食べる前からちょっと汗が止まらないんですけど、あー怖いな、マジで怖いな。うわ、辛っ。
ごちそうさまでした。それでは関西レベルを発表していきましょう。赤い壺さんの激辛海鮮チョプチェ関西レベル、じゃあマックス10いいです。やばい、カレー、これはやばい、文句なし、マックス10。口の中痛い、歯がしびれる、顔が痛い、三拍子揃ってます。これはやばい、汗かいてるし寒気すらします。そして頭がクラクラするような感覚。沖縄の激辛唐辛子カラフジはとんでもね、身も辛いんですけど、その辛い唐辛子をペースト状にすると、唐辛子をより細かくすればするほど辛くなる性質があるので、ペースト状になったこの辛藤がこのチャプチェに絡みついて、とんでもない辛さを醸し出してます。これはやばい、もうね、あの鼻水も、これはやばい、これ体調悪くなるレベルです。牛乳とかヨーグルト、これは必需品かなと思います。うわー、これやばいわ、マジ。以前に食べたのが1年前ぐらいですかね、ちょっと辛み耐性ついて、今日は余裕で食えるかなと思ったんですけども、全然ダメだカレーは。はい、これマジで危険なんで気をつけてください。はい、この8辛のハバネロチリンもめちゃくちゃ辛いんで、もう鼻血出たんで、ここはねマジで舐めてかかると本当大変な目になります。空腹で食べたら低血圧やって、あと病院送りなんで、今日はねこの海鮮チャプチェ食べましたけれども、それ以外にもね、ちょっとピリ辛な辛い料理、そして辛くない料理もありますし、今日食べたね、ほんと悶絶するような激辛料理ありますので、激辛好き、あとねお酒好き、お酒を飲むんでね、お酒の好きな方はぜひ、いらしてみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。カレーマジで。